違ってるかもしれないけど、まあそんなような名前のところを走って、長く続いた直線を出て、二度曲がって、で、あ、鹿だ。おお、わあ、一歩が大きい。これ、すごい。もう一匹出てこないか。ぴょんぴょんと、あの笹をかき分けるんじゃなくて、笹やぶの中は飛ぶんですね。飛んでぴょんぴょんってあの笹やぶを行きます。あの駆け抜けていきます。普通の笹ので全然大丈夫です。ここで一旦森。とすればもうあの国道にが向こうです。左右に走ってます。この後